にちは。こんにちは。今日はですね、ツイッターでですね、はい、めっちゃくちゃムカつくこと言われて、石渡り下げ満足とか、はい、あと、まあ、他の選手もね、なんかバカにしたりとかしてる、はい、まあシンプルにアンチの人から連絡があって、はい、ジムに行きたいと、はい、で、なんか、まあ、話しようやみたいな感じで連絡もらって、まあ、なんでと思ったんだけど、はい、まあでも、まあ、最近、まあ、SNS で何か更新するためにやっぱ何人かいるんだよね、文句言ってくる、はい、はいはい、でちょっとここで一個話つけとこうかな。なるほど、うん、感じで直接も今日じゃあ来てもらってるんで、じゃあどうぞ。皆さんごきげんよう。格闘系 YouTuber のゾウのザッパクと思います。今回は石渡下げ満足の八百長を暴きたくて来ました。なんかあの調子に乗ってね、このアキラが腹パンとか言って聞いてないふりしていますが、聞かないはずがない。特にあの梅野源氏さんですとか、あれなんて絶対八百長だと思いますので。八百長だって言われますね。僕が言われるね。もうケチョンケチョンにしてしまうかなと思ってます。僕も言うても日々ダンスダンスレボリューションとかでかなり足腰鍛えてるんで。ダンスダンスレボリューションネタじゃなくて、ネタじゃなくて、もうこのゴールデンフィンガーでアキラの腹をぶち壊したいと思います。ヒンガーって情報量多くてちょっとツッコミどころ満載なんだけど、まあ、とにかく本当に、まあ、はっきり言って失礼な人だなということで、まあ、そんな言うんだったらじゃあもうやってもらったらいいんじゃない。ただその殴られ損だけは嫌なんで、じゃあもし聞かなかったら、そんだけ言うんだったらもし聞かなかったらアキラからも言っていいんですか。何でもやってください。 OK、 ダンスダンスレボリューションを腹筋にしますから。で、はい、ただこれでもしアキラがもう無理だとなった場合、やっぱりペナルティ罰ゲーム、え、いいっすよ。いいですか。いいっすよ。何でもいいっすよ。今アキラの名前をアキピンに変えてほしい。で、今第8代パンクラス、キングオブパンクラシスト、ライト級王者じゃないですか、はい、がアキラからアキピンに変わって、で、アキピンの方は僕電話してちょっとアキラに変えてくれってことで交換するんで、それでお願いします。まあ、それくらいか個人的にはちょっと見てみたいです。まあ本当にそんなね、本当にそうふざけたことばっかり言ってるんで、本当にちょっとね嬉しいですね。アンチを代表して成敗できる。大丈夫ですか。なるほど。で、いつものバナナはないんか今日は。そんなのいちいち用意しないですよ。もうね、アンチにいちいちそんなバナナが用意してられないから。はい、どうぞどうぞ。大した体じゃねえな。よし。で、これ20秒。20秒やりたいんだ。大丈夫。あの、これ別にあのテンションで行かなくて大丈夫。そんないちいち合わせてあげることないから。本当にバカにされてるだけだろ。じゃあ20秒いきまーす。いくぞ。20秒持つから。よーい、スタート。真面目に。ラスト5秒。3、2、1。なかなかやれないか。今日はこの辺にしといてやろう。無理なんですよ。はい、無理なんですよ。いや、ただ案外、誰でも耐えれるんじゃないかな。まあ、大した体してないし、ただのゴリラみたいな。笑っちゃってるじゃないですか。いや、大した体してないから。で、逆に、腹パンチャレンジ。おぉ、かわいそう。受けようかな。かわいそうだよ。20秒だろうが、3秒だろうが、全然やるんで。全然やるんで。ネタだったんですね。本当に悪い人じゃないっぽいな、なんか。ちょこちょこ出てきた。うん、出てきた。そんなことない、うん、よく買い食いとかしてたし。じゃあ、やってもらおうかな。そうした。脱いで脱いで。ダンスダンスレボリューションで鍛えた。いきます。いつでもいいよ。よーい、スタート。うっ、もう全然大丈夫ですか。あ、大丈夫。余裕です。
いやいや、なんだよ、全然大したことないな。なんだよこれ。ただこれは同意なき暴行だから、僕としては賠償金が欲しい。瞬間分身塗ったろうかなと思うね。これぐらい用できるから、これぐらい3本欲しいね。300万ですか。バナナ3本。嫌だ。じゃあ僕が悪かった。今の嫌だはカタカナだ。はい、まあということで、本当にね、嫌なこと言われてすげえムカつく人だなと思ってたんだけど、まあさっきのアラパンのところから見えてると、まあ一生懸命アンチやっててくれたんだなって出ちゃってて、なんか本当に格闘技大好きな人なんだなっていうことで、ちょっといろいろ聞きたいことがあるっていう。そうなんですよね。実は石渡さんは、僕ずっとゴング格闘技とか、はい、ずっとあの格闘技オタク見てたんですけども、はい、アメリカに行ったりとか、はい、ジャクソン戦に行ったりとか、はい、すごい格闘インテリジェンスが高い上に知識が豊富なんですよね。はいっていうの分かって、ね、実は分かってるから言っちゃったところがあるんですけど、で、格闘 YouTube の中でも、やはりしっかり奥の方まで喋れるのが石渡さんだと思ってて、今日はいろいろ話してもらいたいなと思ってるんです、ね。そうですか。でも、あれは格闘オタクみんな知ってるんです。石渡さんがどんだけ IQ が高いかって。いや、知らないですよ、絶対。オタクは知っても、僕はもう分かってましたから。そうですか。全然。で、僕あの、シュートのガッツマン道場だったんですよ、ね、はいはい、実は僕も行ってたんですよ、はい、でしかも僕サウスポーなんで、はい、実は石渡さんの試合とかもずっと見てて、そうなんですね、あのパイドライバーしたやつとか、はい、見てて、ずっと好きだったんですよ。だから全部チェックしてるんで、はい、IQ の高さを今日は見込んでいろいろ聞いていきたいなと、はい、じゃああれですか、あの好きな女の子にこうちょっかい出しちゃうタイプですか。そうですね、冷たくして逆に来てもらう。今日もまんまと冷たくしてから来たんで、秘書じゃあまずそうなんです、ね、はい、じゃあ最初に行きます、はい、平本蓮は朝倉未来に勝てるのか、うん、これどうですか皆さん。かなり話題だと思います。まずどっち、ね、ちょっといきなり、はい、そうです。まああの総合力で言えば朝倉選手、はい、ただ相性最悪なのは平本選手。そうなんです、ね、なので、はい、直接対決だと平本選手勝つんじゃないかと思います。すごい、はい、他の方どうですか。そのやる時期とかにもよると思うんですけど、うん、その平本選手の成長速度がすごい速いんで、まあその勝つ可能性全然あると思います、ね、今年のスーパーライジンで、はい、やるんじゃないかと実は言われてるんですね。平本蓮 vs 朝倉未来、うん、あ、なるほど。成長度でいうと今年の夏なんです。はいはい、夏で勝てるかどうか。石渡さんは総合力で夏は勝てますか。総合力では厳しいので、はい、その打撃の一点突破では十分勝つ可能性がある、うん、なんか作戦次第っていうところだと思います。お互いに。宮原さん。いや、全く同じ意見ですね。その作戦次第で勝敗変わると思います。ハラボーはどうですか。急に会えちゃった。まあ僕もほぼ同意見ですね。朝倉選手、その萩原選手を決めきれなかったり、うん、じゃあその平本選手に対して何かこう上回れる武器が、強い武器があるのかっていうとないように思えるので、まあ平本選手の打撃の一点突破は十分にやれる。アキピは。アキピです。アキピ。僕もそうです、ね。結構勝負論ある。いい感じ。じゃあ実際これ勝敗負けたら、勝敗予想負けたらもう100万払わないといけない。なった時にどっちを選ぶか。多分皆さんちょっとあれは。いや、めっちゃ難しい。そうなると結構変わってくるんですよ。そうですよ。だからそこをやらないといけないんですよ。もう これだっていうので聞きたいんですよ。決めました。お、じゃあ宮城選手。僕は、夏っていうことで、はい、平本選手にかけますね。お、平本選手の勝利、はい、どうでしょう。もしこれで間違ったら、じゃあ犬アレルギーになって犬とも戯れれないですね。どっちにかけるか。
もうミネラルアレルギー。ちょっと話しそれはもうそれ。どうですか。いや、マジで分かんないですね、それ言われると。ほんと、ゴーゴー。ああ、なるほど。そこら辺まで分からない。はい。はい、じゃあ、アキピは。もう、バナナが食べれない。世の中からバナナなくなっちゃうんですよ。夏だと、そこまで時間ないんで、朝倉選手が総合力で勝つんじゃない。うおぉ。じゃあ、原監督は原監督は、平本選手勝つと思います。おぉ。あの、二人ともテイクダウンディフェンスの人だと思うんで。はい、ってなった時に、打撃で競り勝つのは平本選手かなと。じゃあ、宮部さんはどっちでしたっけ。僕は平本くんで、その、夏っていうので、なんかその、朝倉選手のダメージとか、コンディションが整わないんじゃないかな。長期休養していきなり一発目、平本くんでやるっていうのが結構厳しいんじゃないかっていう。そうですね。はい、でただ、2年前を思い浮かべてほしいんですよ。はい、2年前の年末、朝倉未来選手と白川陸人選手がバカにしてたんですよね、平本選手、はいはいはい、海外修行行ったって意味がないよ、ね、で、白川陸人選手に朝倉未来選手がお前勝てんのかって冗談っぽく言ったんですよ。で、本気で言ってんのかみたいにめっちゃ笑い物してたんですね、はいはいはい、もっとひどいのが朝倉未来 YouTube メンバーの佐々木くんまでがやろうやって言い出したんですよ。ありましたね。それぐらい見下されてたんです。いや、それマジで舐めんないですよね、はい、それは。で、プラスもっとひどいのが堀弁護士いるじゃないですか。堀弁護士まで言い出したんですよ、平本でやろうみたいな、うん、そこから今もギリギリ五分じゃないですけど、たどり着いたみたいな、ね、これの成長度はすごい、うん、すごいですね、はい、で、ここからはちょっと格好た向けになんですけど、うん、構えなんですけど、今まで萩原恭平戦と鈴木千尋戦と怪物くん戦はオーソドックスだったんですね、平本君、うん、で、次のドミネーター戦と斉藤豊選手とヤーマン戦はサウスポーだったんですよ、はいはい、で次どっちに来るかわからないんですよね。多分オーソで来るんじゃないですか。多分オーソ思います、ね、多分喧嘩四つにしたいんだと思うんですよ。そうそうです。どうですか、他のアキピとハナボーは。多分そう、喧嘩四つにしたいんです。喧嘩四つの戦いが得意で、なおかつ喧嘩四つだとディープに組まれにくいっていうのがあるんで、はい、アキピはわからないです。わからないですでもこれって実は加工田向けに言うとスイッチってそんな簡単なもんじゃないじゃないですか、うん、多分できる人って日本人だとほとんどいない。いや、海外の人っているんですけど、はい、日本人だったら MMA だとほとんどいないですよね、うん、確かに。でそれを平本蓮選手ができるっていうので相当強くて、しかも僕は平本蓮選手勝つと思ってるんですけど、お平本蓮選手実は サウスポーが大好物なんです。はいはい、そうですね、はい、K1 時代、ゴンナパーとゲイオに勝ってるんですけど、はい、KO 勝ちした選手って平本蓮選手しかいないんですよ、はいはい、他って微妙な判定とかで、うん、対人って K1 とかで結構微妙な判定で負けちゃうんですけど、あるんですけど KO で完全決着したのは平本蓮選手しかいないんで、僕的にはもうスイッチもできる上にサウスポーは好物なんで、もう平本蓮選手勝つんじゃないかなと思ってますね、うん。ということはあれですね、このままいくと平本蓮選手勝利っていうことなんですか、ね、多分世論とは逆、全く逆になると思うんですけど。そうか、まあ、僕は正直、うん、自分のチャンネルでこれ決まった時に徹底解説やりたいんで撮っておきたいです。ああ、まあそうですね。いいですね、はい、じゃあここはまあこれぐらいにしといて、また徹底解説をチャンネルでやっていただくということです、はい、そうですね。で次の話題に行きます。次決まったら、ね、決まった、はい、はい、次が朝倉海は UFC で通用するのか。でまずはバンタム級編。熱が出た、お腹痛い、痛い、怪我した、ボキって言った。さまざまな症状に親身になって診療いたします。お気軽にお問い合わせください。武蔵村山斉藤クリニック。男、チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。